センソラマ、アメリカ特許305万870より、センソラマは、知られている限りでは最初期のバーチャルリアリティシステムである。没入型、多感覚入力技術が実装されている。このマシンは1962年に e n モートンハイリグによって発表された。今日でいう、マルチメディア技術者であったハイリングは、1950年代に、 視聴者の全感覚器を効果的に刺激して、スクリーン上の映像に没入させる映画館の着想を得た。彼はこれを体験劇場と名付け、多感覚劇場に関する構想を1955年の論文雑誌ネマ・オブ・ザ・フューチャーにて発表した。1962年に彼はこの構想のプロトタイプを公開した。これはセンソラマと名付けられて、 そのシステム上で上映される5本のショートムービーも公開された。センソラマは機械式のデバイスでフルカラーの3次元映像ディスプレイ、ファン、香り噴出装置、ステレオ式、サウンドシステム、そして動作式の椅子から構成されていた。例えばこのシステムはニューヨークをバイクで走る感覚をシミュレートすることができた。体験者はこのシステムの椅子に座り、 ストリートを走る映像を見ていると同時に、ファンが向かい風を送風し、街のノイズや匂いを模擬して、聴覚と嗅覚を刺激した。これらの要素、映像、音響、臭い、振動や風などは同期しており、例えば、体験者がバスの映像を見た際には、その排気ガスの匂いの化学物質も排出され、バスのエンジン音が聞こえるといった仕組みになっていた。 排気ガスやガソリンの匂い、街灯のピザスタンドの匂いなどを模擬する化学物質が備え付けられていた。しかし、体験者が何かのアクションを行って、シミュレーションシステムがそれに反応するといったことはできない。このマシンは現在でも稼働させることができる。ハワードラインゴールドは1991年の著作バーチャルリアリティにて、1950年代に制作された。 このセンソラマのシステムの体験談を記している。ブルックリンをバイクで走るシミュレーション体験について触れ、40年も前の技術レベルについて感銘を記している。センソラマの先進的なステレオ3次元映像、体を傾ける可動式の椅子、ステレオ音響、風と匂いの噴出ファンを組み合わせた五感体験システムだが、このビジョンや特許に対して、 金銭的なサポートを受けることができず、開発は商業的に成功することはなく、プロジェクトは終了した。A.B. リグレブサブロ、ナムロン、ディターミネンツオブディフュージョンオブバーチャルリアリティ、グリーンパブリッシング、ピアニッシモ、5、ISBN 9兆7836億6822万8214、クレイグ、アラン、シャーマン、ウィリアム・ウィル、 ジェフリー、デベロッピングバーチャルリアリティアプリケーションズ、ファウンデーションツオブエフェクティブデザイン、アムステルダム、モーガン・カウフマン・パブリッシャーズ、ピアニッシモ、4、ISBN 9兆7800億8095万9085、ハットグラオー、オリバー、バーチャルアート、フロム・イリュージョン・ツー・イマージョン、ケンブリッジ、MA、MIT ・プレス、ピアニッシモ、 1786ISBN0262572230 シュレバストバコルッポナチャウドリーエスダス RC バーチャルリアリティアプリケーションツインメンタルヘルスチャレンジズパースペクティブズインダストリアル再開アトリージャーナル23ドイ1 0 4 1 0 3 0972から6748.151666 PMC 4361984http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n d u s t r y a l b s y c h i a t r y o r g スラッシュテキスト .asp201423283151666 ありがとうございます。4, 3, 4,